死んだ兵じゃん。こんなことってマジで落ちやがった。お父さん、しっかり。これは多分どうなってんだよ。メッチが倒した、あ、倒したじゃない。どうなってんだよ。助けた人たち。救助はまだなの？メッチが助けた人たちだ。事故じゃないの？わかんねえよ。おい、どこに向かってるんだ？エアリスの家だ。5番街スラムにある。マリンはそこなんだな。他に当てはない。いるって言えよ。希望を持たせろよ。いなくてもお前を責めたりしねえ。いや、そりゃちっとは文句言うだろうけどよ。言うんかい。ティファ、古代種って知ってるか？聞いたことはあるけど。生命学の本を読めば出てくるぜ。大昔星を開拓したって一族だ。星と語るとかそういうんだろう。それがタークスに狙われていた理由か。我こそ古代史の血を引き締め者。この星の正当なる後継者。アレセフィロス。また守れなかったな。喪失がお前を強くする。それでいいのか？どうしたの？なんでもない。急ごう。ボールマーケットじゃん。サム。よう。とんでもないことになったな。あんたは無事か？まあな。チョコボが怯えちまって動かねえけどな。なんとかしねえと。きっとこいつらの力が必要。なんとかしねえと。さも後でも出てきそうだ。吸い込まれてしまいそう。ミッドガル脱出した後。本当ひでえことになったな。チョコボは震えちまって。チョコボは出せねえ。チョコボは震えちまって。なんかサムと声似てるな。チョコボ屋さんはみんなこんな声。ブレード落ちたんだよ。ブレードないね。朝になったらめちゃくちゃ明るくなりそう。やり過ごそう。あいつら何してやがる。仕事だろうな。マリンのことだけ考えろ。今はな。あれ、こっから行けんのかな。アイテム取れないぞ。あ、アニアン。大切なものは取り戻せたのか。あんたのおかげでだ。ならばもう手放さないことだ。これからショーの準備に入る。こんな時こそ歌とダンスが必要だ。お前もショーに出るか？これからショーの準備に入る。
そうか。あいつはどこ行くんだろうね。いけないいけない。つい。見つかったか、モカ。屋敷の中を捜索中です。見つかったか、モカ。屋敷の中を捜索中です。まだか。まだ報告はありません。でも見つかったか、モカ。屋敷の中を捜索中です。助けに行かないと。モカ。やめとけって。でも。いらっしゃい。薬屋だが、アイテムも扱ってるよ。毎度あり。もう帰る家はないんだね。違う。まずは避難場所か。あ、ひどいことになったね。こっちに被害は。七番街に比べたらどうってことないよ。砂ぼこりぐらいさ。さてどうしたもんかね。まずは情報は。さてどうしたもんかね。マム、今なら金盗めんじゃない。盗めないや。そんな甘くなかった。七番街が潰れちまったって本当なの？まあどうせ死んだビル行くときにまた戻るだろう。ジェシーは地中にいたんだよな。うん、ビックスもね。娘が二人とも怪我で動けなかった。でもウェッジは下にいたよ。そうか、ウェッジ猫助けてたもんね。これも役に立つっつって。あれ、サム。よしよし、怖がらなくていいからな。しばらくは無理か。違う、チョコボラ探しに行かないと。え、俺が探してやらねえと。うん、クラウド、後で付き合え。ああ、もういないよ、三人とも。まあ、ビックスとジェシーはあれだけど、ウェッジは助かってそうだもんね。この3人からしたらね、あのシーン見れてないだろうから。あのお化けみたいなの敵なのか味方なのか全然わかんない。あんたに合わせてる。テレビ見てる。チャドリいるの。チャドリいなさそう。モーグリのお店か。言ってたな、リーフハウスの子供たち。怖かったね。でもここは大丈夫だから。ビックス、ベッドから落ちたよ。もう揺れない。揺れてもここ。ビックス何を頼もうとしたんだろうね。なんかビックスのそういう事情はちょっとわからないままだね。
ちゃいけない。あの家だ。マリン、マリン。マリンは、マリンはどこにいる？バレット。すまねえ、俺はバレット、マリンの父親だ。マリンはおかっぱ頭で、天使みたい可愛らしい顔をしてる、服はピンク、今日はピンク。2階で眠ってるよ。眠ってるからね。私たちも行こう。顔見て安心したいな。騒いで起こすんじゃないよ。あんたたちも2階へ行っておやり。騒いで起こすんじゃないよ。あんたたちも2階へ行っておやり。バレたもうマリンが一番の弱点だね。大事な娘だもんね。マリン、よかった。無事で。エアリスは神羅に行ったよ。すまない。エアリスにマリンのことを頼んだのは私です。知り合ったばかりなのにとてもよくしてくれて、だから甘えてしまいました。あんたらのせいじゃない。遅かれ早かれこうなる運命だったのさ。古代種だからだな。あの子から聞いたのかい？よほど信頼されてたんだね。そう、エアリスは古代種、古代種の生き残りらしい。私は違うよ。あの子は実の娘じゃないんだ。15年前のことだ。夫は最前線に配属された兵士だった。休暇で帰るという手紙を受け取って約束の日駅まで迎えに行ったんだ。でもあの人は帰ってこなかった。何か良くないことがあったのだろうか。いや、休暇が取り消しになっただけかもしれない。祈るように毎日迎えに行ったよ。そこであの子と会ったのさ。ウォールマーケットから逃げてきたのか、それともプレートにいられなくなったのか、たまに見かける光景だった。エアリスを安全なところへ、そう言い残して彼女は死んだ。夫は帰らず、私も寂しかった。だからエアリスを連れて帰ることにしたんだ。私たちはすぐに仲良くなれたよ。よくしゃべる子でね。
かわいい。いろいろ話してくれたよ。どこかの施設から母親と逃げ出したこと、お母さんは星に帰っただけだから寂しくなんかないってこと。星に帰った、生命学の考え方だ。私には意味がわからなかった。夜空の星かって聞いたら、違う、この星だって言われて。まあ不思議な子だったね。お母さん、泣かないでね。エアリスが突然言い出した。何かあったのかって聞いたら、お母さんの大切な人が死んじゃったよ。心だけお母さんに会いに来たけど、でもやっぱり星に帰ってしまったの。私は信じなかった。でもそれから何日かして夫の戦死を知らせる手紙が届いた。とまあこんな具合でね、いろいろあったけど幸せだった。ところがある日、エアリス、君は大切な子供なんだ。髪の毛の古代種の血を引き継いでいる。私はもちろん聞いたよ。古代種って何だってね。古代種は地上の幸福が約束された土地へ我々を導いてくれるのです。あ、言い伝え、何かの比喩、いろいろな見解があります。しかし我々は文字通りの真実としてそれを信じています。シンラカンパニーはぜひともエアリスの協力を。違うもん、古代史なんかじゃないもん。でもエアリス、時々誰もいないのに声が聞こえることがあるだろ。そんなことない、うん、思い当たることがいろいろあってね。ああ、この男が言っている話は本当なんだろうと思ったよ。居場所を知っているのに誘拐もせずに待つなんてタークスらしくないな。エアリスの自発的な協力が必要なんだとさ。だからシンラに連れて行かれたと言ってもお客として扱ってもらえるはずだ。用が済んだらすぐに返してくれるだろうよ。どうかな。何をしよってんだい。ことを荒立てないでおくれ。エアリスまで失うことになったら私はもう。頼むよクラウド。お母さんの言う通り、用が済めば帰ってくるかもしれない。だからもう少しだけ待ってみない？七番がエスラムに戻らねえか。やることいろいろあんだろう。セブンセブンも確認しておきて。うん、わかった。一回七番街戻るんだ。無茶はしないでおくれよ。無茶はしないでおくれ。無茶はしないでおくれよ。あれ、エアリスの部屋か。父ちゃん、負けねえからな。父ちゃん。
負けねえからな。マリンに話しかけてバレットが答える。厳重の守り。ここだけ確か入れなかったんだよな。厳重のお守りだけ。呼び出す召喚獣が強くなる。すごいね。7番街スラムのゲート、瓦礫で埋まってたよね。どうやって入る？公園から地下通路へ降りよう。おお、あれか。公園もダメじゃない？別のルートがある。エアリスから聞いた。さすが古代史だぜ。関係あんの？意味がねえよ。まだドキドキしてる。7番街スラム。通りいないのかな。番街へと。結構遠いね。仲間の安否。こっから来たのか。教会戻れたりするのかな。教会はさすがに戻れない。行けるか見てみる。教会どこだっけ。自販機。これだよね、教会。ここに行くには、まだドキドキしてる。戦闘があった。これな、こっち行けるかどうかだね。行けない。
あれ？ここら辺、あれ？ここら辺じゃなかった？あれ、行けなくなってる。行けないんだ。こっち行くしかない。すごい地響きだったな。すごいね、バレットのあそこだ、足音か。世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。誰一人として感じるものが根本の部分光が、この光が僕の